沖縄の酒といえば泡盛ですよね。中でもこちら、この泡盛は与那国でしか作れないの、皆さん知っていますか？大きな釜でじっくりと温められている液体、与那国島でのみ製造が許されたこの貴重な泡盛は、この島、台湾と石垣のちょうど中間地点なものですから、昔船での往来、行き来がなかなか難しくて、その時にですね、医薬品の代替品として消毒液とか湿布薬とか、その辺のルーツから始まったのが花酒で、アルコール度数はなんと60度、花酒です。手掛けるのは創業96年、島最古の酒造所、崎本酒造。当時は農業の閑散期にあたる冬に副業として始めたことがきっかけでしたが、島の酒を残そうと崎本初さんが本格的に独立して4代目に。現在は息子の敏夫さんが5代目となり、親子3人で味を守っています。沖縄の本土復帰前はスピリッツとして製造されていた花酒ですが、当時の日本の法律では45度を超える酒の製造は認められておらず、本土復帰に伴いその製造が危ぶまれました。しかし飲む酒ではなく文化として島に根付いてきた背景から、特別に製造が許されたといいます。花酒をお墓の中に何本か入れて、7年後の仙骨、骨を洗うという儀式の時にですね、骨になった遺骨を取り出して清めて、最後花酒をかけて火をつけて灰にして納め直すという儀式があったんですよ。島の暮らしに欠かせない文化として守られてきた花酒、今でもその習わしはさまざまな形で残っているそうで、あれ飲むというよりはお祝い事とかね、三三九五とかこういうの飾って、昔はね、子供なんか熱出たらそれで熱を取るのに体を拭いたりして、お酒に火がつくの、それで私なんかも子供にやったよ。年間8000本ほどが製造されている花酒、その製造方法を覗いてみましょう。泡盛の基礎を作るのが米麹、黒麹菌が均等に行き渡るように選別し2日間寝かせます。米麹と水、酵母などを混ぜてできたのがもろみ。ここまでにおよそ1ヶ月と泡盛作りは手間がかかります。次に蒸留、ここに崎本酒造一番のこだわりが、八重山地方だけ残っている昔ながらの泡盛作りの地釜蒸留機っていう、1ヶ月ぐらいかけたもろみを焦がしてしまうと、この1ヶ月間が全てパンになってしまいますので、愛情がこもった酒造りかなと思ってますね、はい、もろみが焦げないようにつきっきりで蒸留させ、最初に出てきた酒が花酒、この日の度数は72度。あ、すごい香りがすごいですね。いただきます。ちょっとくっ、あ、すごい。でもほんのり甘みはあるんですけど、そうそうそう、はい、やっぱりもう70度、はい、超えてるっていうところなので、もうちょっと燃える感じが本当ですね、ありますね。一番最初のところに甘みとか旨味成分が凝縮されてるんですよ。一番うまいとこ取りが花酒ですね。見た目にも付加価値をつけようとこだわりが詰まった花酒、島に自生するクバの葉を一つ一つ丁寧に巻きつけていて、これは与那国町が特許を持つ伝統の技法なんです。ちなみに寒くなり始めたこの時期は、花酒がどんな食材と合うのか、与那国の食材を堪能できる居所屋ドゥーライの店主、
白井信弘さんに伺うと、こちらがカジキのくわ焼きで、こちらが長命草の粉末を練り込んだそうめんのチャンプルになります。かなり度数が濃いのでちょっと味付けの濃いものが合うと思います。島の伝統を絶やさぬよう作り継がれてきた花酒、次の担い手である2人の息子も思いを受け継いでいます。まあ、地酒を残すっていうのはある意味文化を残すっていうこととイコールだと思ってるので、一体になって残していくということに意義があると思っているので、まあ、やっぱり日本最西端であって、あの花酒っていうお酒が残ってる島であるので、やっぱその文化的にも残していきたいっていう気持ちはありますね。はい、地域とともに地域のでしかできないお酒作りを目指して頑張っていきますね。はい、与那国町を訪ねると、島の文化として親しまれてきた泡盛と、その伝統を絶やさぬよう酒造りに励む親子の姿がありました。